あんま知られてないと思うんだけど。いや、知られてんのかな？結構知られてるかもしれないけど、意外と知られてないかもしれない。花火が見れるの知ってる？戦ってる最中はわかんないよね。あんま気にしないよね。これ初めて知った人いるでしょ？いや、ほとんどの人は知ってると思ってますけど、でも、最近始めた人とか絶対分かってないと思うので、分かってないというか知らないだけだって、まあ、悪いってわけじゃないよ。知らないだけだって、今、これで知れた。花火を見れることは今知れた。五重の塔と一緒に見る花火、なんか絶景じゃない？おお、おお、いい。これいいじゃん。絶景よ、絶景。綺麗。3個同時にバルーンを壊すと、ピカちゃんが泣くことは知っていますよね。実はこれ、いろんなレパートリーがあります。って言ってる。まずボーイに変えて、ガングロにして、アフロにしましょう。これで声が変わるのか。男、そしてアフロに変えたら、3つ壊した時に同時になるイカちゃんの声がタコボイスに変わるのかちょっと気になったのでやってみましょう。あ、いける。ここ。え、変わったべ、今絶対。変わったべ。ちょっと声が低すぎて分かんなかったけど、今変わったと思うよ。ここ。おー声が低いんだよ、お前。でも変わったからもう変わったってことでいいや。あ、なった。何これ。新しい。あ、やっぱ普通じゃこういう状態なんだ。で、ちょっと塗るだけでこうなるんだ。ちょっと塗る。浮く。ちょっと浮く。いや、ヒレオくんが試し打ちにいるの、なんかすげえ違和感ある。ヒレオを、あ、これいけんじゃね。あははは、これいけた。こっち見てたよね、今。いや、こっち見てたよ、完全に。ヒレはこっち見てたよ。埋まってた。今、完全に頭埋まってましたけど。
届かない、届かない、届かない、角度が無理だ、角度が真上向けない、ほぼ真上。おいおい、いけた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 、なんか書いてある、なんか書いてある、来ました。ちょ、これ抜くわ。来た。うっ、うえ気づいたら、え、気づいたら来てた。来た。すげえんで、これ高っ、高すぎ。来ました。いやーい、空が真っ白。来ました。あはははは、すげえ動きした今。シュン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 、流れ星みたいな動きした。もう体ごと。我々の世界ではさ、鏡を見ると自分って映るじゃん。自分の嫌な顔出てくるじゃん。鏡見ると見たくもない。でもね、スプラトゥーンの世界はね、それがないんですよ。反射して映るものがないの。ちょっとそれを見せていきたいと思います。どこだろう、どこだろう、探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。どうだ。しかもさ、あの反射しやすいようにさ、俺わざわざさ、すげえ明るい格好できたんだよね。原宿歩いてそうでしょ、これ。鏡どこよ、鏡。鏡なくない、鏡どこよ、鏡。せんべいじゃん。もう俺が鏡になるかいっすもんと。俺が金ピカピになったら、反射して映るんじゃないか。おっと、ちょっと待てよ。俺がやったら見れないじゃないか。俺は協力者が必要だ。ダメだ、自分は見れないんだ。そうだ、結局意味ないんだ。これを誰かに着せよう。助っ人一人捕まえました。名前はシェンロン。ドラゴンボールにいるあの最強の竜、捕まえることができました。今朝方なんでスプラトゥーンやってる人いないだろうなと思って、ほぼ諦めて Twitter と Instagram を使い、ようやく一人捕まえることができました。はい、これ映ってる、この銀の反射で映ってるかな。前はやべ、全くわかんねえ、見えねえ。全然見えない。全然見えないのだが。あ、これ見えるかもしれない。これ映ってるかな？映ってるならこっちだよな。ちょっとわかんなかったな。わかんなかった。ちょっとズームしなきゃわかんねえや。あと、スコープ持ってこよう。チャージャーの。この格好ってさ、あんま美術大学はさ、反射してるよね。あとは、ここのチャージャーが。あ？これ反射してないね。お、映ってないぞ、俺。どこにいるんだ、俺。あ、ほら、やっぱいないよ。ステージはさ、映ってるよ、ほら。貝殻のところとか。ちゃんと映ってるよ。ほら。でもなんか俺いない。イカちゃんいない。映らない。悲しい。映ってない。え、しかもこれ。なんかいる位置おかしくね？これリスポンにいない、まあ、とりあえず僕は映ってませんね、イカちゃんは。これ気になるよね、どうなった。なんかね、でもガチマッチで一回やられた気がするんだよね。貫通してなんかやられた気がするんよ。
来た。はい、貫通。はい、貫通しました。どう貫通したかわかんないけど。貫通するとこ見とこう。わかんねえ、これ。これわかんねえぞ。これスローモーションにします。